くそくそ、もしもボンシュールに妹がいたら俺はこんな人生を送っていなかったはずだ。くそ、雨まで降ってやがる。妹がいてたら、妹がもしいてたら、なんだこのガチャ、妹からの手紙。これがあったらボンシュールにも妹ができるのか。一つだけ買ってみよう。これでボンシュールもお兄ちゃんになれる。人生が変わるはずだ。はい、ということで、ね、本日は妹からの手紙というガチャガチャを発見しました。で、一つね買ってきたんですけども、なんでねこんなねガチャガチャを回したのかっていうと、まあね、ボンシュールは上にね姉が2人いるんですよ。で、まあ末っ子でございます。末っ子でね、まあ下がいなかったですよ。もしこれがですよ、妹がいてたらですよ、ボンシュールはねこんな風にはなってなかったと思います。もっとね年下の女の子にこう優しくできたりとか気持ちが分かったりできる素敵な男性になっていたはずなんです。それもこれも妹がいなかったからボンシュールはこんな風になってしまったんです。ということでですね、今回は、まあ、実際ね妹はいませんが、この手紙を読むことによって妹がいる気分になれると思いますので、早速開封して読んでいきたいと思います。はい、ということで早速開けます。はい、もうこう簡単に開くなこのカプセル。あ、あった、こんな折り方ね。あったあった、学生時代こんなんでよう回しとったよね。なんか女の子ってさ、もうちょっとさ、あの可愛らしい折り方せんかった。ちょっとこれボンシュールでもこんな感じしとったわ。もう違う。いいね、いいね。ちょっとね、早速読んでいきましょう。背景、お兄様へ。なんか文章が硬いな。ますますご精鋭のこととお喜び申し上げます。さて、私事になりますが、昨日初めて生ハムを食すことに成功いたしたことをここに謹んでご報告申し上げます。おい、大丈夫かこれ。食事については常に全力を尽くしてきた所存でございますが、生ハムにおいては唯一かなわず私の経歴に傷をつけていました。それが三十数年の時を経てようやく叶いました。滑らかでダイヤモンドのような光沢でどこか儚い私のような食感でございました。なんじゃこれ。ここまで応援していただき強烈至極に存じます。略記ながら初中をもって取り急ぎ報告つかまつりました。だ、ね、思ってたと違う。まあね、まあね、はい。ね、こんなこともあろうかと、もう一個買ってました。もう一個ね。あれは多分、外れです、外れ。もう、完全に。なんか違うの、思ってたのと。なんなの、なんの、ワクワクドキドキするような手紙が入ってんじゃないの。違う。どういうカテゴリーなん、このガチャガチャ。なんか分からへんよ、分からへんよ、これ。はい。では、こちら。これだ、これだ。これは、いいね、いいね。分かる。よかった。よかった。こんなのもあってよかった。あれ多分きっと外れだわ。お兄ちゃん、ねえお兄ちゃん、どうして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 なの。私何かしたかな。苦しいよ、苦しくて仕方ないよ。昔はあんなに仲のいい兄弟だったのに、もう何も信じられない。身内のあなたでさえこんな仕打ちを。私が本当にバカだった。お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、私のシュークリーム返して。シュークリーム。ここまで応援していただき超越至極に存じます。略しながら処置を持って取り急ぎ報告つかまつりました。思ってたと違う。